バンバンザイ銀シタピルナタピイエーイはい、今日の企画はタピカレーライスのお米の代わりにタピオカ入れたらどういう味がするのか検証していくタピ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 はい、はい、今回はこのタピオカを使って食べていくんやけど、うん、もしかしたらこのカレーのルートあってさ、すっごいご飯が発生するかもしれん。何を喋ってんだお前は。すごいご飯が発見できるかもしれないというね、うん、おー、よくわからないですね。はい、わかんないです。はい、でもめっちゃこれ気になってて、うん、絶対こんな、めっちゃ粒なんですよね、このタピオカが。お米と変わらんから絶対ルナ味合うなと思ってて。いや、今回はそのね、ルナが味見する前に毒味ということでギス君を言ったんですけど、おーい、お前、はい、とりあえず検証していくタピー、タピーレッツタピー。はい、ちょうどみゆちゃんも帰ってきたんで今から3人で進めたいと思います。イエーイ。なんか変なことやってる？あ、そう、企画を言ってないよね。そうだね、今、企画でカレーライスの米の代わりにタピオカを使うっていう感じで食べるんです。なるほどね。はい、うん、斬新すぎてね、言葉にならなかった。いや、でもめっちゃうまいらしい。ガチで、うん、もうやってる人はいるの？多分だね。じゃあ安心だね。そう、安心。まあ、ということで今、カレーのルーを温めてるんでしばしお待ちください。はい、今カレーができたので、はい、タピオカを盛り付けたいと思います。イエーイ。担当者お願いします。じゃあ、はい、タピオカを盛り付けていきたいと思います。お願いします。あの BGM お願いします。はい、酔っぱい、どんまい、すごい早い、タン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 いいんじゃないかな、ライスは。はい、まあこんな感じで。じゃあ、お、結構熱い。あちこ、火傷しないよ。しないよ。しないよ。ん、下ダメよってこと。あ、そうなの。え、じゃあ火傷してって時は、火傷してって言う。うっぜー。はい、入れます。うわー、あ、てれれってってれれんれんれん。バランスっていうか色合い、5秒クッキングでした。いい匂いする。ちょっともうちょっと入れましょうか。入れようか。もうめっちゃ、めっちゃドサドサ入れよう。テレレッテッテッテレレッテッテッ、色合い、テレレッテ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 レレレレ、やばい、テレレッタンタン。お、いいんじゃない。あ、これぐらいでいいですか。こちら6秒クッキングでした。はい、タピオカカレーの完成です。なんと早いクッキングでしたか。ほんまにね、これで美味しいのできると素晴らしいね。はい、ということで、はい、食べていきたいと思います。はい、じゃあみんなで手を合わせて、せーので、いただきます。いつからそんな変な言葉使うようになったの。ごめんなさい、ちゃんと付けしてないでしょ、そんなこと。じゃあまず誰が一番食べる。一番に食べる。ほら、抜いてる方から食べなよ。やると思ったんだ、私は。やると思ったんだよ、両手かよ。じゃあ、じゃんけんで決める。最初はグー、じゃんけん、はい、みゆちゃんで。みゆ、抑えろ。ルナには逆らえないぜ。みゆ、ごめんよ。ルナには逆らっていいよ。リスクに回そうか。こいつ、女子に優しいんだよな。なんなんだかわかんねえよ。出てるー。うわー、マジック。マイスポーン発見。はい、じゃあ3人で一口いただきたいと思います。ウェイ。じゃあもうみゆ食べようか。そうなったんですけどね、今ね、話してね。はい、じゃあ、いただきます。いただきます。うわ、うわ、すっごい。ちゃんと取ってください、ちゃんと。あ、ルナ、あ、ごめんね。うん、いいんだよ。ルナ、こんな感じ。かわいいからいいんだよ。ありがとう。ねえ、せこいんだって、ほんとに。取ってるべや。はい、私こんな感じです。はい、私こんな感じです。あたしこんな感じです。いただきます。いただきます。うまい。意外といけるぞ。待って、美味しい。タピオカが味しない。いい感じのとろみになってる、うんうん、なんかあれ、お水をさ、多く入れたさ、カレーライスみたいな。ね、ほんとそれ。うまい。やっぱでも後味がちょっと苦手かも。わかる。ほんとに？うまいね。いっぱい食べて大きくなりなさいね。美味しいでしょう。ギシが食べたいって言ってるので、あげる。少ないって、はい、食べろって、ギシくん。ほんとに食べて、ちゃんと。ルナカレー好きやから食べれるで。え、かわいい。ルナさ、これ食べるのは全然美味しいんやけど、うん、中辛ってとこでさ、辛すぎる。うん、うん、確かに意外と辛いよね。確かに。確かしたかし。カレーがカレー。確かしたかし。やっべー。
アスカアスター菓子。さすがにさ、こんな一人前みたいなさ、カレーだよ。うん。そんな少ないタピオカの量でいいの？そうだね。うん。うんうん。もっと入れろってこと？そう。オッケー。いただきまんもす。少なっ！お前なんかルート出来上がって。いただきまんもす。マジでこれは、失敗するんじゃないかと思ったけど。やりおった、やりおった。鼻から出した。鼻から出た。あ、食べるよ。だって。ねえ、本当に怒っちゃうよ。いや、君。なんでルナ？違うやん。年下だからって。違うやん、ナミエちゃん。違うやんな、おい。いや、ルナだよ、今のは。ほら、ルナだよ。ほら、こぼしてるし、もう。こぼしてる。どうする？こぼしてるから。怒ろうか？ああ、もう。いいの？いいの？なんでいいの？いつ売られても知らないよ。いや、ルナでなんだかんだミーのこと、ああ、もうほら。かわいい、かわいい、ほんとに。はい、お前食べろって。いけいけ、ルナが。少ない。しかも俺らの悪いところはさ、少しでもルナが味方してくれるって錯覚してしまうところなんだよね。でもね、ギシよりは絶対ミーのこと優先するのは分かってる。うん、かわいい、ほんとに。こうやってまた、いけいけ、ミーちゃん。いけいけ、ミーちゃん。てめえ、ほんとにもう一生味方しねえからな、お前。うん、かわいい、いいよ。ていうかさ、この企画2人で始めたんでしょ。うん。なんでさ、ミーがこんな食べてんの？いや、ほんとはミーちゃんにおもてなしをしようとしてご用意したの。何言ってんの、あんた。ご用意したの。口がお達者で、ルナちゃん。ほんとにすぐね、あ、そういう悪い言葉ばっかはね、スラスラ出てきて。おもてなしやん。あんたが食べたくないでしょ。いいよ。いけ。おもてなしです。あ、お前本当に。おもてなしです。すぐルナの肩持つもん、本当。え、みんなだってさ、オープニング見ればわかるけど、二人で始めたことやん。うん、なんでミユが食べるのこんなに。え、違う。ミユちゃんが喜ぶ顔見て作ったから。その通りです。なんで普通のカレーを作ろうとしないのじゃ。え、違うの。普通の米じゃ足りひんことを。企画が弱いって思ったんでしょ。そうだよ。ああ、結局ミユへのもてなしより企画を取るのね。いや、じゃあミユちゃんが喜ぶと思って。はい、ギス食べろって。すいません。ギスくん。どう思います？本当にこの二人上下関係めちゃめちゃ分かりきってるじゃないですか。はい。まあね、これ大食い企画じゃないからね。うん、出た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 。でも本当に味は今までのチャレンジの中では、なんていうの、見た目がこれなのに普通にうまいっていう、うん、結構一番なんか成功してるかもしれない、うんうん、でもタピオカとカレーが合うんじゃなくて、ただ単にカレーが勝ってるからタピオカがいけるだけであって、正解。おすすめはしません。正解。ただね、やっぱ別個で食べた方が美味しいよね、多分ね。でもそろそろ開発したくない？タピオカと合う料理を。え、ホットケーキとか合いそう。ワン。いや、でもルナさんがやってるからやるよ。じゃあ次はホットケーキとですか。あとティラミスとかにいっぱい入れとこう。あんたコストコで余ったやつ言うんじゃないよ。はい、はい、まあ結果、はい、美味しかったということで成功なんですけど、はい、皆さんお家にお米がないときはスーパーに行ってタピオカを買いましょう。米買えよ。その時点で米買えよ。一度は試してほしいです、これ。そうだね、まあ。そうだね。これを？はい。マジで食べた瞬間、世界変わるんだもんね。変わるよ。でも、ご飯炊くより、タピオカを、ここまで成長させる方が、結構時間かかります。確かに。確かしたかし。確かしたかし。え、逆になんかみんなもさ、絶対さ、YouTube とかめっちゃ見てるわけじゃん。さ、その中でさ、絶対試したことあるさ、料理とか絶対あるじゃん。あるね。教えてください。はい。待ってまーす。待ってまーす。ということで、この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、グッドボタン、コメント、お待ちしております。次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。タピオカカレーはうまかった。イェイ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 。おい、どうにかしろ。帰ろうぜ。オッケー。